アメリカの心臓外科医が3分間で質問に答えるコーナーです。続いては患者と付き合ったことはありますか。患者と付き合ったことはないですね。まあそういう感じにもならないですよね。まずその、僕心臓外科医をやっているので、まあ、もちろん日本にいた時のことを話すと、心臓外科医をやってるとですね、相手の患者さんはまず、まあ親とかあるいはおじいちゃんおばあちゃんの世代なんですね。70代80代とかっていうのがあれなので、まあ、恋愛対象になるかっていうと、まあ、非常に難しいところですよね。だから相手も、まあ、こちらは恋愛対象じゃないし、こっちも相手が恋愛対象じゃないしっていうところがあるのでないですね。でまあごく稀に若い患者さんとかもまあいますけれども、まあそこにまあ恋愛感情が生まれるってことはまあないかなと。もちろんそれは人によるんで、まあそういう人と会ってないからっていうことなのかもしれないんですけれども、でこっちに来てからはですね、もちろん全くないですよね。まあ相手もまあ年齢も高いっていうのもあるし、まあそもそもまあ医師の疎通もですね、そんなにしないですし、あんまり手術前に例えばすごいたくさん話をして、手術後にもたくさん話をしてっていうことってそんなにしないんですよね。まあ、いろんな職種、例えば心臓外科医もそうだし、 ICU の先生とかナースとか、まあ、いろんな職種の人がその患者さんに関わるから、一人、例えば僕医師がその一人その人に関わる時間っていうのは日本にいた時よりも少ないんじゃないかなっていう印象はありますね。で、まあ、患者さんとの、そういう、まあ、浮いた話っていうとですね、僕がもう若い時ですね、25、6、7ぐらいの、まあ、研修医とか、あるいは研修医上げ終わった後ぐらいでですね、外科の研修をしてた時とかに、その時は消化器外科を、研修してたんですけれども、そうするとですね、まあ、盲腸、虫垂炎とかでですね、お腹痛いって言って入院してくる、結構若い20代とか30代の女性とかっていうのはまあいたんですよね。でまあ普通にですね、まあ、親切にというか、まあ、通常通りですね、手術して病室にいろいろとこう、まあ、お見舞いじゃなくてこう診察に行ったりとかしてですね、してると、まあ、すごく好印象を持ってくれたのか、後日ですね、こうはがきみたいな手紙みたいなのが届いて、あの時ありがとうございましたみたいなところの横にですね、こうそっと電話番号を添えられてるみたいなことは一度だけありましたね。写真とかは入ってなかったんで、この人がどの人だったのかっていうのは分かんないんですけれども、まあ、そういうことがあったりはしましたね。はい。こちらでチャンネル登録をお願いします。はい。